でかい。校舎の裏側だ。あの煙の高さ、左翼の2階か。そんな、嘘。アリス、これ以上は危険だ。こんなのって、オデット、アルベールくん。今のは、この感覚、おぼろげな記憶、また例の現象が起きた。巻き戻り、うん、そんな気がするけど。あーちゃん、その、大丈夫か。はい、すみません、少し混乱してしまって。今のは理科室でも、そんなことって。曖昧にはしておけません。行ってみましょう、理科室に。そうだな、おぼろげにしか覚えていないが、今ならまだ間に合うかもしれない。善は急げ、レッツゴー。あ、やっぱりアニエスたちだ。声はするのに入ってこないからさーって。なんだ、どこかへ行くのか。うん、ちょっと用事ができて。いやいや、悪いね、せっかくいろいろ気を回してくれてたのに。すまない、また今度顔を出させてくれ。二人はここにいて、理科室には絶対に行かないでくださいね。え、うん、いいけど。そういえばこの後用事があったが、なんで知ってるんだ。記憶が正しければ、あれは夕刻だった。もう少し時間があるはずだ。ともかく確かめてみよう。ビーカーに実験機器、薬品だな。気になるものが多いな。あの規模の爆発なら、爆弾も見落とすほど小さくはないはずだよ。はい、うん、一通り調べてみましょう。
波形を確認、装置を推奨します。この部屋に出入りしていたなら、あの機能が使えるな。はい、シャードサーチで追ってみましょう。この足跡、思わず身を隠したみたいな。やっぱり怪しいね。早く取っちめよう。そろそろ思い知らせてやるか。この僕が受けた屈辱、多少なりとも返させてもらおう。なんだ貴様らは。それはこっちのセリフなんだけど。素人に毛の生えた程度みたいだが、アニエス、知っている男なのか。ええ、まさかあなたが犯人だったなんて。お話聞かせてもらえますか、ロナール・グリフィス元先輩。アニエス・クローデル。あれってなんであの人があんな格好で学校にいるんだ。とりあえずただごとじゃなさそうだね。警察を呼ぶからみんなは待機していて。じゃあ、あの起爆装置と合わせて闇市場で手に入れたって言うんだな。ああ、そうさ。つてをたどって詳しそうな奴に用意させたんだ。ふん。しかし警察も暇だよな。この程度で大げさにしやがって。な、当たり前だろ。あんな爆薬を仕掛けやがって。もし起爆したら校舎が吹き飛んでたんだぞ。その威力、聞いてないぞ。僕はただぼや騒ぎが起こせるブツをって。
僕はただぼや騒ぎが起こせるブツをって。私が不在の間にやらかしてくれたようだけど。なら大丈夫でしょう。手間をかけたわね。今度お茶でもご馳走するとして、少し引っかかっている点もあるようね。私もアニエスたちが事前に察知できた経緯が気になるし、戻ったら詳しく聞かせてもらおうかしら。そうしてちょうだい。少し気になる点についてはこちらでも探ってみるから、あまり心配しすぎないこと。なるべく早めに戻るから引き続き留守をよろしくね。元気だな。言っておくが、 4SPG のために軽く回るだけだぞ。書類整理も残っていますし、一回りしたら事務所に戻りましょう。